東京国際音楽コンクールは民主音楽協会が主催する音楽コンクールである。1966年に開始した民音コンクールを前身に1987年に現在の名称に変更した。現在は式部門だけが3年ごとに開催されている。広く有能な音楽家の参加を求め、優れた人材の発見、育成に努め、日本及び、 世界の楽団への活躍を力強く促進すると、共に国際間の文化の交流を推進し、音楽文化の発展に貢献せんとするものであるとの目的で創設された。コンクール開催時の名称は、東京国際音楽コンクール式。1967年より3年ごとに開催され、国内外の若手指揮者の登竜門となっており、東京国際音楽コンクールの名義で唯一、 開催を継続している。審査委員長は初代に斎藤秀夫、二代目が朝比奈隆史、三代目が富山雄三。第一位どころか、第二位や第三位すら選出されないこともあり、審査の厳しいコンクールと言われている。ただし、ブザンソンやマーラーと異なり新曲演奏は要求されない。第一回から七回までは民音コンクールの名称。 第8回以降は東京国際音楽コンクールに名称変更。国際音楽コンクール世界連盟に加盟している式コンクールはピアノやバイオリン部門より少なくなる。2021年現在に登録がなされ応募を受け付けているのは東京国際音楽コンクール式、バンベルク・マーラー国際式コンクール、トスカニーニ国際式コンクール、ブザンソン国際音楽祭内。 ブザンソン国際音楽コンクール式部門、ハチャトリアン国際音楽コンクール式部門、フィテルベルグ国際式コンクール、アストリッド王妃国際音楽コンクール式部門、ブダペスト国際音楽コンクール内、ゲオルク・ショルティ国際式者コンクールの8つである。ありがとうございます。